ちはこんにちは。さあ、もう連日猛暑猛暑で暑い日が続いていますが、あ、ストレスもたまんなそうですね、暑いとね、たまんな、暑いだけでたまる。そうですよね、暑いプラス、はい、違うことで暑くてストレスがたまっているという方も多いと思うんですけれども、中でもやっぱファンの皆さん、はい、勝てばそれは嬉しいです、はい、だけど負けたり、例えばなんかこう、あ、ちょっとその判定はおかしいんじゃないのみたいなことがあると、やっぱりファンの皆さんも熱くなるというところで、だからみんなで戦ってるんだよ。そうですよね。いや、そりゃそうだよ。ホラホーよ。あの、ホラホーよ。そうですね。10番目の選手はファンですもんね。そうそうそう、10番目。もちろんもちろん。っていうこともあり、ファンの皆さんのそのマナーっていうのは最近どうなのかと、うん、いうことも言われてまして。何がどうしたなんか言いづらいな、これ。なんか当たり障りのように言ってしまうとまたあれなんですけど、うん、まあ、昔ってもっとすごかったじゃないですか。昔なんかお前、張本さんなんかバット持ってお前か金網登ろうと思ってたからなそれちょっとあの暴力事件ですよいや、もうそんなのは結構あったよ。あ、ありましたか。うん、だからそのヤジで言い争いになってとかさ、結構あの選手、あれ DeNA の選手が、そうですね、楠本選手でしたっけ、まあ、関根だよ、ね、関根選手か、うん、がファンとちょっと、ちょっとやり合ったっていうこともあるし、やっぱみんな熱くなってんだよね、うん、だからそれでいいんじゃないかなと思うよ。何がダメだ。いや、でも今年はやっぱり阪神ファンの方が熱くなる事件が多いよ。そりゃお前こんないい時期にいて、はい、ここをお前押していってあげないとさ、はい、そりゃそうよ。そうですよね、ほらほうよ、ほらほうよ。やっぱり例えばあの巨人の高梨投手が、はい、まあ近本選手へのデッドボールがあってから、はい、まあ、未だにやっぱ高梨投手が出てくると、まあ、かなりちょっと一部なのかもしれないですけど、ファンの方からのヤジがすごい、未だにすごい、うん、まあ、大事な選手を当てられたっていうのもありますけどね。確かに。そしてあの梅野選手も骨折しました。でヤクルトの今野投手もやっぱりちょっとすごい。それはさ、はい、例えばね、自分の子供が骨折させられたって言って親怒らんか、まあ、ちょっとあの行きますね。いや、何にもうちは悪いことしてないのに、お前何やってんだって、はい、怒るよね、はい、怒っていいじゃない。そう、まあ、一度怒るのは、まあ、いいとじゃないですか。うん、でもずっともう怒り続けている怒れない。いやいやいや、だからそれがあるから面白いんじゃない。あ、そうか。で今そのプロ野球を盛り上げてくれてるんだよ、だからなんかスパイスみたいな感じですね。そうよ、調味料。いや、日本国民ってみんなおとなしいよ、うん、はい、これだけ税金が上がってるの、誰一人文句言いに行かない国に。そうですね。これもうこうデモ行進かやっちゃおうかなみたいな思うちょっと国会議事堂、ね、いやいや、本当これ税金高すぎるもん。いや、そうですよ、ガソリンも、ね、でもみんなおとなしいでしょ。はい、いいじゃない、野球の時ぐらい破産しても確かに。で今ファン VS ファンになってるんですよ。いや、いいじゃない、ファン同士で戦ってんだから例えばだから、みんなおとなしくさ、はい、笛太鼓に合わせてみたいな、はい、トランペットに合わせて、手叩いて、じゃない、やっぱりこう、感情不満があったら行かないと。不満があったら行かないと。だって、グラウンドがおとなしいんだもん、だって。あ、今岡田監督の講義だけで、うん、あれだけなんかこう、話題になるぐらいのことなんだよ。昔は結構日常三時でしたよね。昔なんか、おしのさん出てきたらもう、審判身構えてたからね。そうですよね。いや、だからそういう意味では熱くなってていいんじゃないのと俺は思うよ。例えば先日 の, あの、まあ、ベイスターズとの走塁妨害じゃないっていうあの判定でのあの日のヒーローインタビューの時に、まあ、ずっと阪神ファンの方がやっぱ六甲おろし、まあ、それはやっぱりそのなんだろう、自分たちの抗議っていう意味での六甲おろしもあったと思うんですけど、ただ横浜のファンからしたらヒーローインタビューの時にそれはないんじゃないかっていうので、まあ、そういうのはな、揉めてしまってるっていう、うん、あのそういうのは礼儀として、うん、マナーそうマナーとして、うん、それはなかったかなとは思うけども、うん、あと物の投げ入れとかグランドへの、うん、まあ、投げ入れも良くないな、危ないですもんね、まあ、選手がいない時に投げ入れてるなら、まあ、まだしもね、はい、ただそれがね、ただ投げ入れとか、はい、うん、ゴミ箱じゃないんだから。そうです、そうです、片付ける方も、うん、だからまあそこら辺は良くないかもしれないけども、ただ熱くなるのは、うんうん、世界はすごいぞ、はい、お前サッカーなんかすごいぞちょっと言うブーイングが半端ないから。すごいですよ、ね、パス出して、はい、受けただけでブーイングだから。そう
んですか。いや本当だよ、それはまあおとなしい、おとなしい、まだ。あ、そうなんですね。もっとやっていいぐらいだよ。いやただマナーだけはね守らなきゃいけない。まあ例えばやっぱりヒーローインタビュー、うん、これはやっぱり横浜の地元でやってるわけだから、はい、だからそこら辺はマナーを守らなきゃいけないし、まあゴミ入れとかね、はい、そういうのはもう不届き千万というかさ、よくないしね、はい、ただやっぱりブーイングだとかそういうのっていうのは親の気持ちになったとしたら、ファンが、はい、やっぱりこうそういうのは浴びてもしょうがないと思うし、うん、でもそこで負けるような選手だとね、うんうん、いけないし、そうですね、あのブーイングがあったから高梨が打たれたんじゃないかって、そしたらファンの勝利だもん。あ、そうですね、うん、後押しがあったってこと、後押しがあったっていうことだから、うん、それは仕方のないことだもんね。まあそうですね、宿命というか、うん、まあ、そうそうそう、ある程度は、うんうん、で FA 移籍した、はい、ね、みんなもうなんか、うん、拍手で迎えちゃったりとかするでしょ、はい、いや違うだろうってあれ、いやいやお前のとこから移籍したんだからさ、うん、敵だよって、はい、でもなんでこれは拍手でなんか恩返しができたんて打たれちゃって、はい、そんなある、急に手を入れて、いやそうしたらも もう FA で移籍した人間なんかさ、ブーイングだよね。まあそうですね、だと思うよ、ね、あるでしょ、はい、それはね現役ドラフト、うん、ああいうので行った選手っていうのは、ね、他行っても頑張れよって、うん、あ姿が見えた、あ頑張れよっていうのはすごい温かくていいと思うんだよ、うん、でも FA って自由の権利だから、はい、自由を持って出て行った選手に拍手とかっていうのは優しくなってきてるんですかね。優しいよなそうですね、ファンも、うん、まあだけど、まあ、その気持ちも分かるしね、うんうん、ただやっぱりそのマナーというか、あれも同行してしまったらやっぱりそれはよくないよ、ね、例えばその、ね、SNS で、まあ、殺害予告じゃないですけどちょっと身の危険を感じるような、例えばその脅迫めいたことだったりとか、それはよくないな、うん、それは SNS がよくないからな、はい、だけど日本が誇れることってさ、まあ、例えば日本のサッカーチームが世界に行って戦ってくる、うん、そのロッカールームにね、鶴の置物を置いて、うん、ほんとゴミ一つない、はい、綺麗なロッカーを残して帰るという、うん、だからそれが称賛されてるわけじゃない、はい、で世界で戦いを応援に行ったファンでも、うん、ゴミ一つなく、うん、みんなが拾って持ち帰るという、これが称賛されてるわけじゃない、はい、そこは日本のいいとこだと思うんだよ、はい、ね、それをお手本としてやってほしいなって、うん、だからゴミの投げ入れだとか、あ、いろんなものをこうグラウンドに投げるっていうマナーは絶対に良くない、うんうん、し勝ち負けはどうしてもついてくる、その中でヒーローインタビューを邪魔するような行為っていうのはこれも良くない、はい、ただ熱くなって応援する、うん、ブーイングがある、そんなことはね全然いいことだ、うん、まあそうですね、うん、それがどこのスポーツでもやっぱりあることだったりとか、それぐらい熱くなる、でもあんまりしつこいのもどうかなとは思うけどねどうかと思うけど、だけどこれを黙らすにはそういったブーイングを受けた選手がしっかりした仕事をすることだよ、はい、ブーイングをやっても意味がないと思わせないと、うんうん、そうですよね、そうそうそう、だからそこら辺はブーイングを受けてる選手たちは強くなるんですよね。そうですね、だから今年になってから例えばその選手が SNS での書き込みに対してやっぱりこう訴えかけることも多かったですし、あとはそのやじり方ももうそのやじりはやめてくださいっていうのも、ね、結構比喩するようなプライベート、まあ、はい、うん、そういうのはやめてくださいっていうのもやっぱりこう出したりとか、まあ、プライベートも関係ないからね、まあ、そうですね、障害のことなのでだったりとか、まあ、あるのでファンの方もその節度を持ってというか、ほんまキレ悪いね、いや言葉もね選びながら言わないとやっぱり、まあ、まあ確かにね、そうです、だからそのみんなでその SNS とかじゃなくて居酒屋でトークする分にはいくらでもいいと思うんですよ、うん、まあ、あんな言葉使ったりとかこんな言葉使って、でもそれを一旦例えば公の場でとか公共の例えば分かるようなそのネットとかでってなるとまたそこは別なので、でもこれは止めれないから、うん、仕方ないんだよ、そういう書き込みするやつはほっときゃいいんだよ、もうそこはスルーするしかない、もうそこはもうするしかないし、うん、俺の YouTube でもいろんなものが来るよ、飛んできますか、飛んでくるよ飛んできていちいちキャッチしてたらさ身がもたんよ、血だらけになってますね、血だらけになるどころか、まあ、頭もうとっくの昔に毛がないよ、まだ辛うじて残ってるっていうのはまだ透かしてるっていうことだ、あ、そうか、スルーしてる分残ってる、スルーしてる分残ってるんだよ、まあでも熱くなって応援する、熱くなって戦う、熱くなって声を出す、うん、
やじるっていうのも俺はいいと思うよ。それだけ応援してくれてんだよ裏返しは。そうですね、うん、あのあと一人あと一人がダメっていうのはあれはどうしてなんですか。であと一人じゃない、うん、いいじゃないですか。そうなんですよ。いや別にあれはいい、別に OK かなと思ったんですけど、あれすらもなんか問題に一時なってたので、あと一人っていうのはちょっと失礼じゃないかな。もうねコンプラとかね、ねパーラとかそういう言葉ばっかり考えて行動してたら、はい、つまんない人間になるよ、うん、人間ってね基本的に生きてれば誰か傷つけながら生きてるよ、うんね、言葉の暴力もあるしさ。だからもう本当にねそんなことよりも自然な感情で応援してくれて、うん、勝った負けたを喜びながら帰っていただきたいという、うん、まあそうですねと思うよ俺は。あとあんまり長引くように思ったない方がいいですね。まあ次行けよっていう感じだよね。まあまあそんな感じはするけど ね、 そうですね。あとやっぱ節度というかやっぱそこは守ってっていう。まあまあ確かにね、うんうん、だからまあやっちゃいけないことっていうのは大体わかるじゃない。はい、大人なので。モラル的に、うん、ね。だからそれは感情に任せてやるんじゃなくて、うん、一歩考えて、はい、日本の誇れること、うん、まあそういうことを考えるとねよくわかると思うよ。そうですね、うん、まあ世界一の、はい、野球の国だから、うん、WBC で世界一を勝ち取った、はい、だからその見る側もする側もやっぱ世界一であってほしいな。そうですね、はい、相手側をやじる行為よりもやっぱ味方を応援することで味方の勝ちにつながるような応援っていうのって力になると思うんですよ。やっぱ自治やじられるだけの実力があるからやじられるんだよ。そっか、そんなね小ぞっこやじらないよもう眼中にないよ。やじられる人間はそれなりに敵として見られてるんだよ。なるほどね。リスペクトされてんだよ。そっか、いいんだよやじられても。そのぐらい、まあ、すごい存在っていうふうに認められてるってこと。それを超えたのが大谷だから。大谷やじるやつなんかいないだろ。やじれないでしょ何にも、うん、でやじるところがないですもんね。ないないない。さあ、まあ、異次元ですねあそこ行くと。いやだからモラルを持ってね、はい、まあ、楽しんでもらいたいなと思います、うん、はい。